おはようございます。ガクトです。今はですね、僕はケールにいますが、ケールはロックダウンに入りました。外国人の入国を禁止し、マレーシア人は、出国ができない状況になっています。去年、坂上が訪れたマレーシアの首都クアラルンプールに暮らすガクト。3月18日、アジアで最初に事実上の国境封鎖、全土が活動制限令の真っ只中。去年、坂上とガクトが訪れた巨大なショッピングモールは、あのにぎわいが嘘であったかのようにもぬけの殻に。スーパーマーケットなど生活必需品を販売する店舗を除き、礼拝施設や商業施設は全て閉鎖。緊急時を除き、車に乗ることができるのは運転手一人のみ。さらにショッキングなニュースが。外出が制限されている中で警察の警告を無視してジョギングを続けたとして日本人4人が一時拘束され罰金刑。僕の仲間からもケール大丈夫みたいな、日本の方がよっぽど危ないから危機感足らないのはそっちだよっていう。でも世界から見るとすごく遅い、手遅れになるぞって。ロックダウン都市から我々日本が学ぶべき教訓とは。この後、ガクトと辻仁成が生激白。なお、今夜の生放送では皆さんの意見を幅広くツイッターで募集。ハッシュタグ真相坂上、新型コロナでつぶやいてください。まずはガクトさんのいらっしゃるマレーシアの状況ですけれども、こちら、はい、画面出るでしょうか。感染者が3000人を超えているマレーシアなんですけれども、死者も60人以上という数字が入ってきております。そして、ロックダウンという形になっておりまして、宗教、スポーツ、文化的な活動も禁止。 VTR にもありました、商業施設なども原則閉鎖という形になっていまして、やはり、違反者に対しての罰金などもありますし、日本と比べても全く違う厳しいロックダウン下にあるという状況です。そうですよね。ガクトさん、はい、ロックダウンされて3週間弱、今ケールの方どんな感じなんですか？そうですね、別になんかこう荒れてるとか、そういう感じでは全然ないんですよ。これ外出とかは普通にできるの？いえ、ですね、病院に行くで日用必需品を買いに行く、はい、で必需品を買いに行く場合は家の代表者が一人で行く、でスーパーや、その薬局に対しても入り口で必ず人数制限をしてるんですよ。っていうふうにかなりこう制限して感染を、感染拡大を防ぐっていうことに対して徹底してやってます。徹底してる感というのはもうガクト君も肌で感じますか？もちろん感じます。10キロ圏外には出れないので、10キロって決まってるんだ。はい。あれでもご自身の生活で変化ありました？そうですね、僕は1日の中で夕食を外で取りに行くということが、僕のルーティンなんですけど、それが家になったっていう、それ以外は、自分のやらなきゃいけないことを家の中で何をするかっていうことをやってるだけであって、別にだからそれに対してこう文句があるとか、生活が苦しくなるとか、そういうんじゃないと思うんですよね。それだけやっぱ意識が統一されてるってことなんですかね、非常事態という。もちろんです、で最初はロードブロックも警察がやってたんですよ。はい。で途中からはもう軍隊の方がいいだろうっていうことで軍隊に切り替わったんで、
道路の閉鎖ですね。そうです。で、まあ、要は違反者に対しての警告、うん、でその違反者がひどいっていうことになれば、まあ、逮捕するっていう、うん、まあ、拘束ですよね、っていうのを、まあ、軍隊がやってるっていう感じです、うん、だったらもう意識はね本当に変わると思いますしね、うん、あの今日ねどうしても聞きたかったのがそのマレーシアにいらっしゃってマレーシアから今の日本の現状を見て、うん、ガクト君には今の日本というのはどういうふうに映ってます？これ正直な話ですか？もうぶっちゃけでいいです、まあ、ちょっと言葉を選ばずに言っていいのであれば、はい、狂ってますよ、うん、かなり。あ、そう、はい、危機感が足らないっていうこともそうですし、うん、もう世界にはもうすでに例えばニューヨークもそうですしイタリアもそうですし、うん、もう抑えが効かない状態になっている国がいっぱいあるわけですよ、はい、このまま行くとそうなるぞっていうのは誰の目から見ても分かるので、まあ、それが 100% じゃないとしてもかなりの確率でそうなると周りの国は思ってると思うんですよ、うんうん、まあそう考えると、まあ、例えば僕の海外に住む仲間とかが、はい、本当に日本大丈夫かっていうふうに連絡してきますよね。日本も遅ればせながら緊急事態宣言が発出されました、ただ7都府県限定です、とはいえ、どうやら国と都、都と、他6府県の足並みが揃わないような状況で、緊急事態宣言の意味があるのかどうなのかという状態ではあるんですけれども、そういったまあ、この後に及んでの状態っていうのをガクト君の目から見てどのように映ってます？今更ですけども、まあ、その法律、まあ、国の統治の仕方に、はいはい、やっぱ根本的な問題があるんだろうなっていうふうには強く感じます、うん、やっぱり実際に陽性じゃないですか、はい、でその要請を受けて、まあ、もちろん危機感を感じて自粛する方もいますけど、うん、まあ、その結局要請を受けてもそれを無視して自分たちは大丈夫っていう中で、まあ、行動される方が、うん、結局は感染を広げてるわけじゃないですか。はいはい、まあ、それはまあなんていうんですかね、周りの国から見ると本当に大丈夫かって思うんじゃないですか、うん、マレーシアでも日本人が制限令に違反して拘束されたっていうことがあったんですか？はい、ありました。あったんだ。でもそれは、はい、まあ、正直残念な話なんですけど、はい、マレーシアって、うん、ゲートコミュニティな考え方なんですよね、うんうん、でこのゲートコミュニティって一般の人たちが自分たちの住居には入れないわけですよ、うん、はい、まあ、要は住民しか行動ができない活動ができないエリアごとにみんな住んでるんですよね、うん、だから、まあ、その敷地内っていうのは非常に静かで安全だっていう意識があるわけですよ、うんうん、でもこの敷地内の中でも活動は制限しろっていうのが国が言ってることであって、うん、でもそれはやっぱり気の緩みだと思うんですよね、うんうん、この敷地内だったら大丈夫的な。そっか。あともう一つはその情報を自分から取りに行く意識の低さというか、うんうん、今って昔とは違うわけじゃないですか、はい、別に回覧板の時代じゃないですし、うん、みんなが携帯持って朝から携帯いじってるわけですよ、うん、ってことは朝に自分が必要な情報は自分から確認できますし、う
それを定時で決めればいいわけじゃないですか、うんうん、でもそれをせずに要は受け身の姿勢、うん、っていうのはそもそもが違うんじゃないのかなって思いますよね、うんうん、これでもガクト君ね、この先の日本についても心配されてることがあるんですよね。そうですね、まあ、まずは今回の例えば、まあ、マレーシアにしても、はい、多くの日本人が住んでるわけですよ、はい、でも今の日本の状況がこの状況なので、ここに住んでいる日本人の方たちも自分たちが差別されるんじゃないかっていう恐れもあるわけですよ、うん、まあ、要はコロナ差別って初期の頃ありましたよね、はいはい、ヨーロッパで日本人が、まあ、アジア人が歩いてると最初はチャイナチャイナって言われて、うん、で自分たちは日本人だって言ってももう関係ないっていう状態でバスにも乗れないとかっていうことがあったわけじゃないですか、うんうん、でもマレーシアにも近いようなことあったんですよ。あ、もう例えばタクシーに乗ろうとしたときに、まあ、要は日本人だっていうのを言うと乗車拒否をされたりとか、はい、でそれが今後例えばマレーシアのロックダウンが解けた後に、うん、加速的にそういうことが起きるんじゃないかっていう可能性はもちろんありますよね、うん、まあ、そういう懸念もあります。そっか、これね、ガクト君ね、今マレーシアにいらっしゃって日本を見て僕らがより意識すべきことって何だと思いますか？まあ、一つは政府って例えば今回のマスクのこともあったじゃないですか、はい、でそのみんなそのマスクのことだけを批判したりとかしてますけど、うん、他にもやってることいっぱいあるんですよ、うんうん、で、まあ、これまあそれがいいこととかその意味のあることとか、うん、どれぐらい意味のないこととか、うん、いろんな議論はあると思うんです、うんうん、でも僕からすると、うん、結論そのリーダーを選んでるのは、うん、僕ら自身だよっていう。なるほど、話じゃないですか、うん、リーダーを決めるってのはそういうことだと僕は思うんですよ、うん、で僕らはリーダーに従って生きていかなければいけない社会だと思うんですよ、うん、でもそれをこういうことが起きていきなりリーダーを責める、うん、でそれはそもそもリーダーを選ぶっていう意識の低さじゃないですか、うん、でそもそも危機感の足らなさじゃないですか、うん、こういう全ての条件が揃って中で今この現状があって、うん、でもまだ危機感の足らない人たちがたくさんいて、うん、でその町ごとに例えば東京ではもう仕事ができないから地方に行くとか、うん、要はイタリアはそれで感染が異常拡大したわけですよ。はいはいはい、例えば今東京では子供が見れないから実家に連れて帰るとか、うん、そうおかしな話ですよね、うん、もうすでにもう前例が出てるのにそれをまた同じことを東京でやるのかって、うん、日本でやるのか、うん、何を学習してるんだって話じゃないですか、うん、これって、うん、もっと世界を見た上での学習能力っていうことなんでしょうね。ちょっと自分のことしか考えてない人が多いんじゃないかなっていうふうに、うん、はい、見えると思います。ガクト君ありがとう。また後でつながしてください。ありがとうございました。